決勝 A メイン勝利からご紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。さあポルコーションチームのクリニクラ松村選手、2番手ガリガリモータース住谷選手、そして3番手チーム TRF 前住さとし、そして4番手小学生ドライバー筋トレクラブ佐々木選手、5番手ガリガリモータース草刈選手、6番手クライン松林選手、7番手チームメレー坂本選手、そして8番手アンシスタジアム正規石田選手、以上8台によって争われます。ぜひクリーンなレースでお願いいたします。もしフライングしてしまったら場合はベンチに使えるようにしていればお願いします。では行きます。ドライバーオンザット黄色見て、めっちゃ速いよ、すげえすげえ、見てみ、見てみ、めっちゃ速いよ、あの元気なやつめっちゃ速いよ、黄色くん何色が好き、さあ、鈴木赤人がいいね、この赤いやつ青城はミレースを過ごしてる。さあ、今は少し上があって、赤の三谷選手の番組が外を出る。ちょっと迷おう。さあ、楽しそう。松村選手、草刈選手、佐々木選手、暗い選手、行きます。しかし、この辺は、三谷と勝選手、プレッシャーを掛け合って、いつでも勝負に行きたいね、見つめて、さあ、いいですか、最強に周回数を重ねる、今、6周終わって7周目、あの黄色、黄色、さあ、2番手はグルグラ、オールコースの松村選手、そしてカリカリモーターの草刈選手、そして5番手は3番手。選手が賞金を上げたもよう。さあ、水谷、水村、前組、草刈選手が2番、1番、ああ1本、草刈選手さあ、トップ、池津口選手、12周目以下、そして2秒差で松村選手、トップまで3秒差、草刈選手、ぜひ5番。さあ、2番手、3番手、4番手辺りがすごい激しい接戦。さあ、杉谷選手を1人目はしないようにしてほしい。残り時間はあと45秒。さあ、前に選手が2番手さあ、松村選手、佐々木選手という順番、2番、3番、1番、4番、5番。さあ、残りが30秒。さあ、17周目。さあ、今年の8になりた。さあ、残り10秒。さあ、深谷選手、ファイナルになると。さあ、ここで時間は3分経過、国家結果。絶景のゴール、ヌーマンゴール、そして優勝は絶景が杉谷選手獲得、おめでとう。そして絶景さんは前に選手2番手、1番、松村選手が3番手、そして4番、次は、ゼッケン5番の草刈選手となりました。